2001年1月のコモンビルのライブでした。お聴きいただいた曲は、悲しいだけ、100人中99人、睡眠、敗北じゃないか、描くのは曲線のみ、一粒、夕方でした。そうですね。この頃の西山さんは24歳くらいかな。私の今の年齢とそんなに変わらないんですけど、なんか可愛いなと思って聞いていました。途中で入るあのちょっとしたトークなんかも、よろしくどうぞとか、さよならありがとうとか、なんかあ、この人はきっとなんだろう、冴えた人だったんだろうなって、なんかちょっとお話がしてみたいなとか思いますね。でも話してもきっとなんかぶっきらぼうで返されるだけでしょうけど、なんかそういう姿も見てみたかった気も。でもなんかライブ音源聞いてると、近くにやっぱライブの方がそうだな、結構荒いところもあったりして、なんか強いところは強く、もうむちゃくちゃでいいですね。それでは西山さんの音楽に魅せられた人たちからのメッセージ。西山さんが大好きだったサニーデイサービスの曽我部圭一さんです。西山さんが亡くなった後に行われた初恋の嵐のライブでゲストボーカルとして西山さんの曲を歌ったこともあります。曽我部圭一です。サニーデイサービスやってたあのディレクターの渡辺さんっていうのが初恋の嵐をやるってことになって、それで聴かせてもらったのが最初ですね。汚れがないというか、透明感があるなと思いました。自分と似てるとこもあるのかな。人をあんまりこう、まあ、寄せつけないっていうことではないんだろうけど、ちょっとこうシャイだろうし、孤独っていうかね、そういうものを感じましたね。なんかね、そういう西山くんしか俺は知らないから、一度会った時の印象しか、なんかそういうものが今音楽を聴くと、印象として同じようなものが残る感じはあります。歌っててよくできてんなって感じはしますね。やっぱりそのシンプルなところにすごい深いものが入ってて、まあでも曲が持つその孤独感ですよね。やっぱりね、みんなで合唱しましょうとか、みんなこの思いを共有しましょうっていうところとはちょっと離れた音楽だなと思いますね。よくわかりますよ。だからよくわかりますっていうか、なんかこう、あ、こういうこと感じてたんだろうなとかね、歌ってると。2000年の夏、自分の音楽を追求するため、西山さんは初恋の嵐を再結成しました。コモンビルや玉川さんとの経験もあり、西山さんの音楽や歌詞は独自性を持つようになっていました。そしてインディーズレーベルから声がかかります。それが初恋の嵐の初めてのミニアルバム、バラードコレクションでした。アルバムには西山さんが秘めた思いがあるそうです。鈴木さんが当時を思い出してくれました。当時好きな子がいたんですよ。バイト中に隣が化粧品屋さんだったりして、鏡を見ながら口紅を塗ってる女の子の見てしまって書いたみたいな曲ですよね。あの化粧に夢中なんていうのは、その子のことを考えて作った曲がやっぱり7割8割ぐらいあるんだなっていう。結局その彼女とはうまくいかなかったんですけど、音楽でしか本音は言わんわみたいなことポロッと言ったりすることもあって、ふざけた西山と真剣な西山っていうのを両方思ってして西山っていう感じで、メンバーにとってみたら俺らやつの恋愛に付き合ってるみたいな、なんだかなって思いましたね。
西山さんのある恋に捧げられたアルバム、バラードコレクションから星空のバラードでした。アルバム発表後、ベーシストの谷下さんが脱退。すぐに西山さんが声をかけたのは住倉博史さん。終電を逃した西山さんを自宅に泊めて夜通し語り合ったりしていた、深く付き合っていた友人の一人でした。ちょうどバラードコレクションができたからっつって、新宿の喫茶店で、もう好きな女の子のために一枚 CD 作ってやったわみたいなことを言ってて、なんかこいつ本当にひどいなとか思いながらで、その後、いや、その場で MD かなんかに自分でも入れてきてて、それをその場で聞かされたんですよね、どうどうっつってで、あ、いいんじゃないみたいな、もうそんないきなし聞かされてもなんだか分かんない状況なのに聞かされて、で、多分それから数日後だと思うんですけど、西山から電話がかかってきて、いや、あの初恋の嵐ベース君に決まったからっていきなし言われて、で、はぁと思ったら、前のベースは辞めたと、だから君に決まったから気がし言われて、すごいカチンときてお前俺とバンドやるってどういうことか分かってんだろうなみたいなことを俺言ったんです。したらすごいゴモゴモしながら、もちろん分かってるよみたいなって言って、じゃあいいよ、じゃあ一緒にやろうかっつって。年上でバンド経験も豊富な住倉さんに引っ張られて、初恋の嵐の活動は活発になりました。しかし西山さんは2つのバンドで活動することが難しくなってきました。2001年の春、西山さんはコモンビルからの脱退を決めました。玉川さんは西山さんを引き止めることなく、むしろ快く送り出すとともに、最後にコモンビルのアルバム「この内容」を一緒に作り上げました。そして2001年の初夏、住倉さんが参加して最初の録音が行われました。後にシングルとして発表されるアンタイトルドです。とりあえずすごいのができたみたいなことをまた言っててで、まずレコーディングをしようって言って西山が言い出して、で、まあその当時僕がこう宅録とかでやってたんで、普通のリハーサルスタジオにマルチトラックレコーダーを打ち込んで、もうドラムとかベースとか割とすぐ終わってたんですけど、その後のギターとか歌とかを西山がもう全然なんかちゃんとやんないし、下手したら来ないしみたいな、なかなか進まなくて、2001年秋、音源やライブでの評判が高まる中、初恋の嵐のメジャーデビューがついに決まりました。これからお聴きいただくライブは2001年の11月15日、デビューへの準備を進めている最中に行われた FM 番組ライブビートで放送されたスタジオライブです。放送の予定が先だったので、年が明けた設定で無理やり話をしてお客さんを笑わせています。オンエアでは時間の関係でカットした部分も含むほぼ完全版です。どうかじっくりお聞きください。